倉賀野城は群馬県高崎市倉賀野町にあった日本の城。倉賀野は西上野と北武蔵の境界に位置し、利根川が流れ、中仙道が通過する交通の用地で、城はカラス川砂岩の河段球場に立地する。東西800メートル、南北400メートルを上域とする。倉賀野市は鎌倉時代の自称年間に武蔵小玉島の支流である秩父高都市が 倉賀野の,の地に館を構え、倉賀野市を称した。南北朝時代に倉賀野高校が館を改修し倉賀野城を築いた。戦国時代には城主の倉賀野行政が関東管領の上杉則政に仕えたが、天文15年の川越野戦で戦死した。その後、上杉則政が長岡景虎を頼り越後に落ち延びたため、倉賀野城は倉賀野直行が城主となり、 カナイ州や、スカサド、福田家が守る、富田伊勢守る、須田大熊守る、田沼昭右衛門をはじめとする、倉賀の十六期と城を守った。永永六年間に、ご宝城氏が上野を両国化したが、この時、上杉則政の旧居城、平井城ではなく、倉賀の城が、ご宝城氏の両国経営の中心になっていたと見られる。しかし、上杉謙信が、 A63 年に腰山してくると、倉賀野氏はすぐに、美濃は長野氏と上杉に従っており、倉賀野城も上杉法となった。倉賀野城は、上杉法の長野氏がよる美濃和城の史上としての役割を果たしていた。A64 年に開国の武田信玄による西上の信仰でせられ、金井秀景らが武田氏に組みするなど内部分裂もあり、A68 年に落城した。 倉賀の直行も、上杉謙信を頼って、越後に逃れた。元気元年、武田氏に従っていた、金井秀影が上司となり、以降は姓を改め、倉賀の集計と名乗った。天正十年、武田氏が滅亡すると、倉賀の集計は、滝川一正に従ったが、本能寺の変の後は、北条氏直に仕えた。天正十八年、 豊臣秀吉による小田原征伐が行われると、集計は、後北条支部省として、小田原城に牢城する。結果、小田原落城と共に、倉賀の城も降伏、開城し、その後は、廃城となった。国道建設等により発掘調査が行われているが、遺構はほとんど残っていない。カラス川沿いの公園に石碑が建っている。ありがとうございます。